좀 쉬어. 中堅八高に代表されるようにものすごく、飼い主に対して、従順な、犬です。一度、こうやって信頼関係を築くと本当に、ずっと寄り添ってくれる素晴らしい犬です。過去スーちゃんと藤子ちゃんの性格の違いというのはありますか？はい、まずスーちゃんは本当に落ち着いていて、とてもおとなしい、犬です。ただ若干繊細なところが、あります。そして藤子ちゃんに関してはとても明るくて、日本犬というよりか洋犬に近いとても明るい、性格、フレンドリーな性格です。はい、まず今現在日本に3000頭ぐらいしかいないということで年々非常に数が少なくなっているようです。でその中で、やはりこういう大型犬に関してはペットショップで売っているっていうタイプの犬ではありません。私は秋田犬を専門に、飼っていらっしゃるブリーダーさんのところに、直接訪ねまして、そこで、いろんな秋田犬を見ていく中で、この犬がいいということ
そういった方々はどんな風にそこで過ごしていかれますか。はい、まずスーちゃんとフジコちゃんに会いたいっていうお客様がすごく、多いので、例えば一緒に朝と夜夕方ですね、お散歩に一緒に同行して、お散歩体験みたいなことを一緒に経験していただいたり、あとは実際にこの古民家で、スーちゃんとフジコちゃんが暮らしている様子を見て、一緒に、おしゃべりをしたり、そういう形でのんびり過ごしていただいております。